部長です。紬だよ。やられてここからやり直しだったな。まあ編集してて気づいたことあるから、そこからかな。行く前に食べてから。そうした方がいいだろう。まあの料理の効果が切れかけだしね。では行こうか。ではこの上、左は渡っていけないことは確認済みだからな。前回はここを見て下に行っちゃったけど、ここから登れそうなんだよね。ほんと見えづらいな。これも結局見落としなんだと思う。だな。これだと上に直接は無理っぽいな。回ってこいだな。なんですのこれ。ネズミはかっこいい。オオカミみたいに大きいですわ。ネズミは最も魔力に蝕まれやすい生き物よ。でもこの大きさ尋常じゃないわね。病原体を振りまく嫌われ者よ。とよろい。謎の果実以外が出てくるようになったな。まあそれはそれで。見直しはまた今度か。見直すとこは含め本と時間かかるからね。よし、これで下を確認しよう。金塊じゃないんだな。どれだけ材料あるんだか。スキルは無知か。なかなか使わないんだろうな。どうしても初期の方で慣れた武器師とスキルに頼っちゃうしね。あとは上だな。そして左から降りるところか。これは落ちる床。これも久しぶりだな。変わっちゃった。変えたのか。多分操作ミス。では行こう。まだ上に行けるが、そっちからにしようか。別のエリアが見えてきたな。ショートカットっぽいところなかった気がするけど、進んでみればだな。まあそうするけど。これで上だな。間違いなくこっちは順路じゃない。でも言っておいてだね。左は水の中か。そんな感じする。ここで海藻なんかも取れちゃうし。一見行き止まりだが、これはやっぱり謎の洞窟か。宝箱も取ってあるみたいだし、ここは来たところだな。じゃあこれで戻ってだな。ではこれで左に進んでいこう。ちなみに戻る最中で宝箱から武器をゲット。装備はまた見送りだ。変えてない。なんか倒せないな。まあ敵も強くなってるからな。というよりダメージがそれほど出てないような。やはり倍率稼げないのが。それはあるかも。こ
これで下だ。その前に。これでさっき行けなかったところに行けるかだが。行けそう。ここを降りて。レバーか。これが何を意味するのか。ゴミが落ちたか。なるほどね。ちゃんと足場に。これで先へ進めるわけだ。落ちたのここだけっぽいけど。でも先の方も足場ができているようだ。まあ上に戻れない以上こうしていくしかない。あとはこういう操作ミスに気をつけてだな。ほんとね。敵もこの毒のダメージは受けるようだな。無理せずに落としちゃえばだね。これで OK。 ここまでのようだな。上もあるけど先にセーブポイントに向かおう。無難だな。よし、こっちに吸わないか。でこれから戻ってさっき行かなかった上に。それでマップを埋めるわけだな。先に広がることはないと思うしね。さすがにな。じゃあ行こう。うまくいけばワープポイントか。てかその線だったか。そうなるとは限らないな。まあこの部屋の左はボスだろうし、行くだけ行って。相変わらず石化光線に弱いな。それほどダメージもらわないから出るのおざなりになってる気がする。てか終わり。一応上の方も確認だな。なんかなさげ。宝箱か。武器だったね。てか終わりっぽい。ではでは行こう。いきなりボスってことはなさそうだな。左が鉄格子か。反対からだな。下から毒が迫ってくるやつか。さて初見でいけるか。問題は先が見えないことだな。特に視点いじって上下見えないからきついな。壁や足場が見えないからな。そうそう、どこから行けば。そういうところがきついな。こういうのも意味ありげだし。とりあえずこの辺りで。なんとなくでいけたか。中間ぐらいに設置すればって思ったぐらい。よし。で、大丈夫か。左にも足場あるし。
も。これきついな。聞いてくれないからな。と思ったより一発アウトじゃないんだ。これなら大丈夫じゃないか。確かに1割ダメージなら。そしてもう終わりだし、これで。なんか簡単だったな。ずいぶん昔にしたソルジャーズに比べたら。あれはアップデートされるまで鬼畜仕様だったからな。まあとりあえずワークポイントまで来た。そういえばさっきの部屋ワープできるのあったな。あれも試さないとね。先にキャンプに戻るか。いや一旦この辺を。ないか。なら先に進む前に試そう。さっきのワープか。どこに飛ばされるか。かなり違うところに飛ばされたな。でもこれはセーブポイントのショートカットに繋がるんじゃない。さっきのマップの感じたと下の方のショートカットにもな。よさげ。これだとセーブポイントの方は問題なく到達できそう。そこしかもう道もないしな。よし。こうなるとアープポイントの下の方が気になるが。それはまた後で。まずは回復させてこよう。では再開。ここにもアープか。他のところをチェックしてからね。とここは行き止まりか。アイテムに期待だな。謎の果実だ。でしょぼ。紫の宝箱に入っていた割にだな。ほんと後半ほどしょぼくなるなんて。このゲームも散々アップデートが入っているようだし、当初はこんな感じじゃなかったのかもな。てか前半の謎の果実が上がりすぎなのか。まあアップデート前がそういう感じだった可能性はあるな。じゃないと謎の果実としてのバランスが。そう思うよな。おかげでラフにここまで来れてる可能性あるけど。シアラで行くのか。いや変わっちゃっただけ。右スティックいじってるつもりないのにな。そうなるとボタンを押しているときに触れてるってことだ。そうだよね。レバーが見えたな。これで右の部屋とつながりそう。じゃあ開けますか。よし、これで地下水道も大体。というか右に大きく行ってないところができてしまったな。今から探索は面倒だな。となると朝わざ探索しなくても楽に進めちゃから。探索会なと思ったが、本当敵が強くてってので詰まっちゃうことないし。それが探索意欲を下げてるな。まあね。ストワークどこだっけ。それを探しているのか。あったあった。あとはここを試して。これは戻ってきたのか。なるほどね。先に進むにはワークポイントの下か。その先はワープポイントもセーブポイントも見えなさそうだな。となるとエリア移動の可能性が高そう。コアの影響範囲か。あれはあくまで行ったことのあるエリアが対象みたいだから。なるほどな。じゃあ素直に下に。このタイミングか。キャンプに戻るのもなんだからこのまま。
キャンプにだな。準備しないと。では行こう。ニーナの体力一気に増えてないか。ちょっと防具でいいのがあったからね。のボスネズミみたいね。さっさと駆除するわよ。頭に王冠があるのもあんまり悩んでもね。スローとブラインドか。ブラインドはいいけどスローは面倒だな。いまいちか。いや、うまくいってる方な気もする。よし、とりあえず一本だな。なんかこのまま押し切れそう。ニーナの体力がまだまだあるからね。強化が入ったようだな。全然押し切れそう。よし、MP 切れちゃったな。久しぶりにエルザだな。まあやれると思う。そういえばシールド回復したりしてない。してるね。こっちのコンボが終わったタイミングとかで。というかこれまでもしていたのかな。いやどうだろう。まあこのまま体力削って。あっさりだったな。こっちがかなり強いからね。これがマップに書かれてた失われた王冠ね。うん、そうみたい。王冠を乗っけたネズミかって。エリア移動でカットしてしまったな。まあ飛ばしたものはしょうがない。ゴリゴリですわ。確かに嫌な気分ね。ニーナはどう？私は別に気にならないとか。もう慣れちゃったから。ニーナ、お前がチャンピオンだ。せいとりゃ。エリア名は祭壇だったな。なんか敵が普通の人間のような。まああれも天罰でおかしくなってるんじゃないか。そう思っておこう。セーブポイントは上。そして左にワックポイントだね。まあどっちかに着くまで頑張ろう。ショートカットか。反対からね。でも反対に行くまで結構かかりそうだな。さっきのセーブポイント、ワープポイントを考えるとな。まずはそこを気にせず。これならワックポイントが近いか。左に抜けて上に行けるか。そこからだね。
しろはありそうだけど。なんかレーザーに見えるな。それに触れて問題ないか。まずはそこからか。よし、大丈夫なようだな。この装置アクションは取れないか。てか戻れなくなったような。左はボス部屋みたいな扉だったしな。だね、何か目にも行けなさそうな。いや大丈夫じゃないか。まずは敵を片付けてから。この球体面倒そうだな。まあいつものといえばいつものだけど。ではアクション。開いたか。むしろ右からだとダメだったのかもね。とここは風の印か。それを探してこいってことか。そういえばエルザで行くのか。あの魔法剣隊にはエルザの日本刀の方がね。魔法を見直せばとは思う。まあエルザも武器自体は良くなってるから。ただ DPS で見るとか。その点はね。さてこれだと戻るだけだな。なんか簡単には上に行けそうになかったけど。これがないとか。あるとしたら。取れないよね。一度セットされたものは回収不可か。左にあるかもだけどな。ボスに挑まないか。でも行けそうなのそこしか。で、ボスじゃなくてキーストーンか。ほんと久しぶりに見るキーワードだな。てかこれでどこに行けばいいか。ちょっとまずは本当に上に行けないか確認からだな。そうなるね。お、でやどうした。いや上にアビリティの本だ。こいつを片付けてから。これはもしかすると。滑空。いや滑空だけじゃなく、さっきの上昇気流っぽいところ。それで上に上がれるかだな。早速試そう。こいつの上で行けたな。このままセーブポイントまで行けるか。ここから先だな。何回行けそう。武器も来たし。あとはこの部屋から上に向かえるかか。大丈夫そう。ニーナ、グール族について何か知らない？実はあの5人の子供たちは私と師匠がグール族の手から助け出したの。そうだったんだ、すごい。あれ、でもグール族って封印されてたんじゃなかったんですね。残党がいたんだと思う。奴らは生存者のコロニーを襲って大勢の人を殺して食べた。残ったのは5人の子供たちだけ。リーダーへの手土産にしたかったみたい。グール族はなぜ人間を食べようとするの？古い書物によれば、とある国家が壊滅したせいで地下宮殿に人間の死体が大量に転がってたんだって。ある日一匹の魔獣種族が現れてそれを全部食べちゃったの。死体に魔導素が多く含まれてたおかげでその種族は生きながらえたのだそうよ。そしてそれが習慣となった。なんて邪悪な種族なの。グール族は多種族の悪夢よ。人間、エルフ、人狼、あらゆる種族の司書にグール族との戦いが記されている。でもある日グール族は突然歴史から姿を消してしまった。それはまああれだ、俺様の功績だな。根絶とまではいかなかったが、すまん。そういや思い出したぞ、どっかの文献にあったな、この世界の文明は幾度となく生まれては消えていったんだとか。
破滅の輪廻に囚われてるそうだ。大方それが繰り返されるたびグール族が超えてくシステムなんだろう。破滅の輪廻、想像もつかないわ。いろいろと話がとっ散らかってるな。まあもうそこはいいや。とりあえず目標達成。ここからセーブポイント近くのワークポイントに行って休憩ね。それはいいな。次回はこのワークポイントの上からでしょ。そして風の印を見つけられたらってところか。